サザン鉄道91系蒸気機関車は、第二次世界大戦中に40両が製造された、イギリスの戦時型蒸気機関車であり、戦時下のサザン鉄道で、貨物列車を牽引するためにオリバーブレードによって、設計。多くの革新と軽量化を取り入れ、非常に機能的なデザインを生み出した。1966年7月に廃車。トップナンバーの33001は、 イギリス国立鉄道博物館に保存。本形式の独特な外観は、醜いアヒルノコ、コーヒーポット、チャーリーズ、ビスケット缶、ビスケットバレル、時計仕掛け、フランケンシュタインなどと国評されたが、牽引力に優れ、英国の0の6のゼロ貨物用機関車の完成型と言える。ロンドンから南東部の多くが第三機情報式で電化されたサザン鉄道は、 1939年の第二次世界大戦回戦によりヨーロッパ大陸に近接した立地から重要な戦略拠点として最前線に立った。貨物輸送が大幅に増加し大量の物資を運ぶための輸送力を用意する必要があったが限界が生じていた。平時においては主に旅客輸送がメインであり、機関車の多くは比較的小型の貨物用機関車と 脚下療養機関車で構成されていた。リチャード・マンセルが引退前に設計した車軸配置0から6から0の旧型はビクトリア朝時代の流れを組む旧式の機関車であり、ビッグ4以前の旧型0から6から0を一掃したが、パフォーマンスは期待外れであったためオリバー・ブレードは旧型を嫌っていた。そして彼は着任が遅く、 旧型の建造を中止できなかったことを後悔した。1942年に彼は最小限の原材料を使用し、余分な機能をすべて取り除いて、英国の鉄道で走る史上最強の0から6から0蒸気機関車を製造した。最初の20両の機関車はブライトン工場で建造され、残りの20両はアシフォードで建造された。協力で、 軽量な Q1 型は南部の重量物輸送能力のバックボーンを形成した。機関車の重量は90トン未満であったため、サザン鉄道の延長97%以上の路線で使用することができた。内側シリンダーで休憩車のピストンバルブが使われている。この機関車の珍しい形は使用した材料にも起因している。ラギングは アイダグラスと呼ばれるガラス線維断熱材でできており、この素材は戦時中において安価で豊富なものであった。過大な重量を支えることができなかったため、マーチャントネイビー型の機関車と同様に別のケーシングが必要であり、ボイラーには別にサポートが必要であった。ブレードのパシフィック型機関車の設計とは異なり、鋼ではなく銅の過失が利用された。 同輪はパシフィック型のブレードファースブラウンタイプのフィート1インチより小さかった。機関車にはピストンバルブの外側にスティーブンソンディンクを備えた2つのシリンダーがあり、フルギアで6プラス18インチの移動及び1プラス58インチの蒸気ラップ1プラス58インチがあった。それは5つのノズルのブラストパイプを備えていた。ボイラーの設計はロードネルソン型の設計に基づいており、 過失は同じスロートプレートとバックプレートを使用していた。ボイラーバレルの長さは10フィート6イン、全部の直径は5フィート0イン、後部の直径は5フィート9インであった。加護詞面積は27スクエアフィートであり、209本のチューブと21本の沿道による、加熱面積は1302スクエアフィート、過失の加熱面積は170スクエアフィート、 装上初加熱面積は1472スクエアフィートであり、加熱機の加熱面積は218スクエアフィートであった。本形式は戦時計の一つであり、装飾よりも機能性を重視しており、ブレードが設計した SR マーチャントネイビー型や SR ウェストカントリーバトルオブブリテン型と同様に、客車用の戦車機により簡単に掃除ができた。q 一型は、 英国で最後に開発された0から6から0、貨物用蒸気機関車である。後続の LMS2 型やルーメン C4 型などの中型貨物機関車では、2から6から0の車軸配置を採用した。0から6から0の車軸配置は、イギリス国鉄標準蒸気機関車に採用されなかった。4大手鉄を統合して発足した、イギリス国鉄は、Q1 型を5階に分類した。 これは珍しいことであり、ルナークラス J20、ルナークラス J39、およびルナークラス J38 などの少数の例外を除いて、他の例から6から例は4回を超える分類になっていない。本形式は貨物用に設計されたが旅客列車も運行した。しかし、テンダーブレーキを備えておらず、制動力が不十分であるという評判を得た。軍用列車に活躍。 南部路線の運用に不可欠であり、全車両が1960年代まで使用され、続けた。BR の近代化計画の実施により、英国の鉄道での蒸気運転の終了する中で1963年に廃車が始まった。1966年までに全車両が廃車となった。91系の塗色は、貨物用の黒色で、キャブ側面にサンシャインイエローの番号があり、テンダーには、 サザンの文字が緑で書かれている。ブレードは第一次世界大戦前のウェスティングハウスエレクトリックのフランス支社での経験と、その紛争中の鉄道運営部門での在職期間に基づいて大陸スタイルの機関車の命名法を提唱した。サザン鉄道の命名は、この機関車の連結された駆動軸の数が3であることを UIC 分類に従って C で表し、 その後に数をつけて C1 から C40 までの識別符号をつけている。1959年5月11日、フェルサム機関尺のナンバー33,016。サザン鉄道時代ライクロ一式だった塗装は国有化後も引き継がれたが、テンダーのサザンの文字はサンシャインイエローのブリティッシュレールウェイズに変更された。さらに1950年以降、テンダーのロゴは 国鉄車門に変更された。イギリス国鉄では5階に分類され、番号も33001、33042、階板された。サザンシー1トップナンバーの33001号1両のみ、現存する。それ以外は、廃車後、すべて解体された。33001は1942年に SR ブライトン工場で建造され、 申請配置はギルフォード機関区だった。1958年5月にトンブリッジ、さらに1961年2月にフェルサムに転属したものの、1963年9月にギルフォードに戻り、1964年5月に廃車されるまで459,057マイルを走行した。廃車後はヨーク鉄道博物館によって保存され、 SR 時代の塗装に復元され、番号も91に戻されたが、館内では展示されず、1977年以来、イーストサセックスのブルーベル鉄道で、胴体保存され、1992年に、最後の大規模なオーバーホールが行われた。2004年に、NRM は同期を5月から6月のレールフェストでの展示のために、ヨークに戻す準備ができているかどうか尋ねたとき、 ブルーベル鉄道はすぐに同意した。当時ボイラー検査期限が切れていたが、ブルーベル鉄道では整備する場所もそれまでに保管する屋根も不足しており、また NRM も対戦中でかつ0から6から0の車輪配置の機関車の展示が少なかったため同期の展示を模索していて、両者の利害が一致した形となった。 2004年に初めてヨークの鉄道博物館で公開されたが、番号は国鉄時代の33001に変更された。機関車、トーマスシリーズに登場する機関車、ネービルは Q4 型のナンバー33010に基づいている。ありがとうございます。